ーのレナティスのコーナー、イエーイ。はい、このコーナーではフリューさんから7月25日に発売予定の完全新作アクション RPG、うん、レナティスを私前田香織と、はい、赤尾ひかるがお届けいたします。はい、そして本コーナーではゲストにお越しいただいております本作のプロデューサー磯 P さんこと、磯部拓美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。プロデューサーの磯部です。よろしくお願いします。わー、磯 P、 ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ早速ですけれども、あ、そしてね、あの横に和尚さんも、はい、和尚です。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、では、イソピー早速レナティスについて教えてください。はい、ではまずこちらの映像をご覧ください。14の冬に生死の境をさまよい、そして魔法を手に入れた。魔法使いはデルクいないんだ。魔法使いの生きづらさは同じだから。私たちは魔法機動隊に所属する、いわば政府公認の魔法使い。ルブルム中毒者が違法魔法行為、逮捕。危険魔法使いは成敗してくれるわ。夜の渋谷のカオス、それが人を引きつけてやまない。漂う魔法物質、ドミヌスの森の入り口だ。その風に乗ってドミヌスに会いに行くんだ。魔力の管理にマリンを解放してくれるだろう。見せてくれよ最強を。終わりだ。見切った。食らいやがれ。決める。サングスプラスポテンティア。風景光沢は。お前たちの仕事は先輩。私の中に自分を見たか。秘密を抱えて死ね。私には使命がある。ここじゃ終われない。世界は君を中心に回り始める。解放してやろう。お前を縛る者からの解放だ。はあ、すごい。圧巻の世界観だったね。ねえ、もうリアルだし、綺麗だし、ね、皆さんもすごいね、わあかっこいいとかね、たくさんコメントありがとうございます。今日ね、イソピーさんも来てくださってるので、ぜひね、質問とかもあったらコメントお願いします。待ってます。ねえ、そうなん、いろいろね、コミュニケーション取りながらね、はい、その初解禁情報もね、いろいろあると思うのでやっていけたらと思います、うん、はい。いや、でも改めてすごく綺麗でした、ね、グラフィックもそうだし、はい、瞳の色や髪の色も綺麗でした ね、 ね、あと渋谷が渋谷でした。そう、なんか紫スポーツスポーツとか結構有名で、はい、いろんなお店店舗出てるんで、ね、再現度もぜひ見ていただければ。すごいです。はい、ではでは内容についてもお聞きしたいなと、イソピーさんお願いします、はい、お願いします。では、本作のゲーム内容について説明していきます。スライドお願いいたします。はい、レナティスとは、本作はですね、同調圧力に生きづらさを感じているあなたへ向けた、光を求め闇に生きる者たちの物語になっています、うん、リアルに再現された渋谷と抑圧と解放を使い分けるアクションが特徴的なゲームになっています、はい、
次お願いします。はい、今作のテーマなんですけども、日本に未だ根付いている同調圧力、はい、出る杭は打たれる、平等が一番といった風潮あるかなと思うんですけども、個性あるもの、才能を表すものは異端として煙たがられ、やがて個性をこう殺してしまうような、うんうんうん、皆さんもそういう経験あるかなと思うんですけども、うん、まあ、そんな世の中に一石を投じて何か感じてもらえるきっかけに本作がなれたらいいなと思い、このようなテーマで本作作っております。おー、すごい。で、次お願いします。こちら簡単にあらすじまとめております。はい、この世には魔法が使えるものと使えないものが存在しています。少数派の魔法使いは異端の対象として、一般人から危険視されています。魔法使いたちはひたすらに素性を隠して、個性を消してひっそりと暮らすことを強いられています。舞台は2024年、ちょうど今の、東京の渋谷が舞台になっていまして、魔法対策法に基づき夜間外出自粛要請が出されている渋谷です。しかし、それを守る人はもう多くないと、はい、心の解放を求める、主人公の霧住マリン、そして、はい、自身の、魔法使い、欲圧を正義としている2人目の主人公西島サリ、あらゆる思想文化が入り乱れるこの渋谷で2人が出会うときに物語は動き出すといったあらすじになっております。なるほど、すごいね。はい、で、続きましてちょっとキャラクターの説明の方させていただきます。はい、はい、こちら2人ダブル主人公になっておりまして、まず左側から、赤い男の子霧住マリン君、ボイスを小林千秋さんにやっていただいておりまして、魔法使いであることを理由にあらゆる抑圧を受けてきた少年になっています。自分が最強になれば自由が手に入ると考え、父が残した言葉を頼りに渋谷に訪れることになります。一方右側西島サリ、これは木戸あかりさんに演じていただいております。わかるんだ。メアと呼ばれる、いわゆる警察のような組織があるんですけども、そこに所属していて、渋谷の治安を守るために働いている、若手の隊員になっています。西島サリは魔法使いを逮捕する側になっているので、なんと左側のマリンが、一般からこう抑圧されている少年、右側が一方警察のような立場で抑圧する側の少女と、対照的な、対照的な2人の視点で物語をそれぞれ進めていって、正義とは何なのか、自由とは何なのかっていうものを感じ取っていただければなと思います。なるほど。はい、次お願いします。こちら相関図になっておりまして、いろいろなキャラクター登場するんですけども、ざっと説明させていただきますと、左側赤色のオールと言われる組織、はい、右側サリが所属しているメアと言われる警察のような組織、はい、そしてちょっと怪しそうなギルドと言われる、組織、この3つの組織がそれぞれ、いろんな関係があって物語が進んでいくようになっています。次お願いします。それぞれ説明させていただくんですけども、まずオール、左側の鯨井道郎という、いわゆるイケメンな、超イケメンですね、男の人が創設者となっている野良魔法使いの支援グループになっています。創設者なんだ。魔法使いと人間の共存の夢見て活動していまして、オールに所属しているのが、右下の3人ですね、それぞれ、キャストさんも記載しています。うん、次お願いします。こちらが、サリが所属しているメアと言われる組織になります。いわゆるこう政府公認の、魔法を取り締まるための魔法使いのチーム、そういった組織になっていまして、これも癖がある人たちが、こうキャスト面々からも伝わるかなと思うんですけども、すごいですね、はい、もうお一人お一人の戦闘力が高すぎてここからもう伝わってきますね。で、次お願いします。はい、そして、第三勢力ギルドと言われる組織、このようになっていまして、虐げられてきた魔法使いの権利を世間に認めさせるために活動している、組織になっています。レガシーと言われる先天的な魔法使い、生まれ持っての魔法使いの人たちによって、チームが構成されている、いわゆるめちゃくちゃ強い人たちの集まりの魔法使いのチームになっています。なるほど。もうめちゃくちゃ強いっていうのも右下の面々を見ていただいたら伝わるかなと。めちゃくちゃ強いです。強い。これは強い。戦闘力は千葉しげる、千葉さんいらっしゃる。すごい。次お願いします。うんうん、もちろんですね、他にも、
何人かキャラクター登場いたしまして、まあ、ちょっとこうアーティストを目指すような少年がいたりだとか、本当に数多くのキャラクターが登場するようなゲームになっています。はい、はい、次お願いします。わー渋谷だ。わー渋地かすごい。今回、舞台がリアルな渋谷なので、はい、実名店舗さんであったりだとか、あと象徴的な建物というものも、できる限り再現しておりまして、後ほど、ゲームのプレイで見ていただければなと思います。はい、はい、次お願いします。はい、で渋谷以外にもですね、アナザーと言われる魔法の世界、かなり数ありまして、まあ、こういうふうないろんなエリアがありますよという紹介です。はい、はい、次お願いします。こちら最後なんですけども、今回のメインのシステム、フーディーシステムというものがありまして、左側フードをかぶって自分の魔法魔力を制限する抑圧しているモード、はい、まあ、こう素性を隠している状態ですね。でフードを外すと解放モードになって、まあ、ちょっと派手な格好になって魔力も解放されて魔法を使うことができると。この抑圧状態解放状態をリアルタイムで切り替えながら、それぞれに応じた探索だったりバトルをしていくっていうようなゲームシステムになっております。はい、すみません、ちょっと駆け足なんですけども、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。わー、すごいてんこ盛りで、ますますね、楽しみになりました。はい、そして今日はそんなレナティスをプレイさせていただけるとのことですが、はい、今日はですね、ゲームのスタート、はいの第1章と続けて2章連続で触っていただこうかなと思っております。はい、これってもしかして初公開ですか？初プレイ、初めてですね。これは見逃せませんね。え、はい、皆さんもね、楽しみにしている方もね、多いと思うので、ぜひ皆さんワクワクしてみてください。はい、そしてですね、まあ、今回はですね、ピカちゃんがプレイということで、はいはい、そしてイソピーさんはアドバイスもね、横でしていただきながら、了解です。はい、解説とかもお願いいたします。じゃあ早速やっていきましょう。はい、はい、じゃあゲーム画面ですかね、お願いします。はい、ではニューゲームからですか？はい、お願いします。ではスタートします。うわ、もう綺麗だもんな。ね、世界観の、私は念願の警察官になり渋谷署に配属された。あかりの声だ。でもその3日後、スクランブル交差点でモンスターに襲われて重傷、死にかけた。これはその時に見た風景だ。王将さんどうですか？この杖を掴んだらどうなるか。なんかすごいですね、世界観的にね。死ぬのですか？三途の川的なイメージなんですよ。元の人生に戻れるのだろうか？確かに。私はまだ何もでもなかったから、光の加減もめっちゃ綺麗ですね。本当に。お、わ、渋谷ガスト。マルキュー。目覚めた時、マルキュー、ね、私は魔法使いになっている。臨死体験の後に魔力を得たのがレプリカと呼ばれる。やっぱいつも歩いてる渋谷だ。複製と見下されることもあるけど、私は気にしない。使える魔法は本物だから。すごすぎる、そのまんまだ。俺は14の冬に生死の境をさまよい、そして魔法を手に入れた。ここ渋谷区の夜間人口は約22万人。そのうち魔法使いは何人だろう。あ、すれ違っちゃう。おお、1000人、200人、かなり少ないはずだ。組織に属さない俺たち野良魔法使いはある意味狩りの獲物。人混みに紛れ、息を潜めてひっそり生きている。身を滅ぼしかねない自己顕示欲に手を焼きながら。めちゃめちゃ映像綺麗ですね。見入っちゃうね。お、進んだ。サリちゃんパートだ。かっこいい、こういうの。5月10日金曜のやれを行う。まずは担当を聞くから。
こういうのは普通、こういうのは確かすごい、めちゃめちゃ若者ですよね。駅周辺街経路、野々山藩、宮下パーク経路、美濃部藩、スクランブル交差点経路、すごい若本さんだな。城崎藩、道玄坂工事経路。城崎藩長は殉職されました。うわぁ、西島、お前が班長代行だ。すごいな、若本さんなんて。すごいな、存在感がもう。今日は西島班に入る。目は松岡、了解。次、栗山班、スペイン坂経路。綿貫班、渋地下経路。これがサリン所属しているあの目当て、私たちの夜はこうして始まる。あ、今日すごく統率が取れたですね。そうですね、最初の週末だ。雷が違いますね、それぞれ。街はアロアイズド、魔法使いが白色の人形で、新宿で溢れるだろう。ちょっと銃持っている人が一般兵、怪我はさせるな、が使えない、連中かすり傷一つで。モンスタークレイバーに、まあ、アンワインって言葉出ましたけど、これは魔法使えない人っていう、おっしゃる通りです。そのままです、アンワイズで。いわゆる一般の人々を、ちょっとこう魔法使いの人が見下してるみたいな言い方をしてるっていう。なるほどなるほど、はい。班長が殺されたばかりで動揺もあるだろう。チュートリアルで行動の基本を確認したらどうだ。お、親切。あ、いいかも。意外と落ち着くよ。みんなこうやって帽子がね、また特徴的で、うん、西島素敵よね。今回あのアクションゲームなので、しっかりとチュートリアルの方は実装してます。お、ありがたい。アクション苦手な方でも初見で触っても気持ちよくプレイができるように、しっかりとチュートリアル入ってますのでご安心ください、ありがたい。松岡に近づく近づく、クリア。お、ロックオン。ああ、録音機能ね、大事ですよね。戦闘がね、厳しくなるとこう、ロックオンあると嬉しいもんな。よし、おお。ここからが結構このゲームならではのシステムになってきます。はい、へえ。ほうほう、魔力を、はいはい、ていくと。ここで最初説明させていただいた抑圧モードと解放モードを L ボタンで切り替えることができるんですけども、解放状態じゃないと攻撃ができないという制限がついてます、はい。ちょっとここでやってみてもらえると分かるかなと思います。はい、今解放状態、解放状態、あ、下のゲージが、そうです、魔力がどんどん減っていると思います。ここは今が戦える。おお、いけいけ、すごい、なんか気持ちいいぐらいいきますね。滞空時間もね、ちょっと長めでいいですね、今回プレイアブルキャラクターが全6人いるんですけど、サリは結構空中をどんどん待って戦うようなキャラクターになっているので、今みたいな戦い方になってます、なるほど。攻撃しながらね、防御もしやすそうな。雷も翼っぽいですもんね、洋服。確かに。で、回避。これがめちゃくちゃ気持ちいいシステムになってまして、抑圧状態の時は攻撃ができないんですけど、敵の攻撃をかっこよく全部避けることができます。かっこいい。当たる瞬間、一瞬スローモーションになってると思うんですけど、そのタイミングで回避ボタンを押してもらえれば、どんな攻撃でもめちゃくちゃかっこよく避けてくれるので。すごい、ボタン一つでこんなに、ねえ、で次が、回避吸収、どういったものかといいますと、さっき銃弾をかっこよく避けてたと思うんですけども、近距離の攻撃に関しては魔法陣が画面に出てくるので、魔法陣が出てきたときは回避ボタンを長押しして、魔法陣を完成させたタイミングでボタンを外してもらえるとかっこよく敵の MP を吸収することができます。これも実際にぜひやってみていただければと。はい、吸収。いくぞ。そうです。おお、すごい。気持ちいいですね。結構タイミングが難しくて、魔法陣完成したタイミングで離さないとダメなんですよ。黄色いのですよね。そうです、くるっと。で早く離しちゃうと普通の回避になっちゃうし、でもあれですね、いわゆるジャスト回避ですけど、あのゲージで一応タイミングが分かりやすくはなっているってことですね。なるほどなるほど。ただ急に出ちゃうと
話しちゃう。あ、確かに、うん、確かに確かに、びっくりしましたもん今。確かに確かに。そしてバースト解放、はい、MP なんですけども、先ほどの回避とかを行うと MP 吸収してってどんどん MP が回復していきます。はい、一定以上回復すると、少し画面出てると思うんですけど、期間とこう MP ゲージが光るので、はい、そのタイミングで解放するとバースト解放と言われる、一定時間敵がスローモーションになって一気に殴りかかれる。うわ、絶対気持ちいいやつになってます。これもぜひ見ていただければと思います。はい、回収して、あ、これですね。そうです。おー、いけいけ、おいいですね。ボコボコにできますね。なあ、今のが今作の基本的なシステムになります。はい、で最後ちょっと応用ポイントを説明させていただきますと、はい、この抑圧と解放を瞬時にどん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 切り替えることで、まあ、攻撃どんどんしていって、うんうん、敵の攻撃が当たる瞬間だけ抑圧モードになってかっこよく回避して、うんうん、でまた解放して攻撃を叩き込むっていう流れるようなこうプレイをしていくと、めちゃくちゃこう避けながら攻撃しながらっていうのをすごい、攻撃モードと回避モードいいですね。これ確かに流こう流暢にできたらね、かっこいいですね。今はどっちモードだ？今攻撃モードになっている。遠くのがロックオンしたい、ロックオンしてーの、いいぞいいぞ。今よかったですね。今よかったです。でちょっと当たりに行きましょう。ああ痛い。こうだ。で吸収 で戦う。いい感じですね。ボコボコや。ボコボコにできる。ボコボコタイミング。ボコボコタイミング。あー、惜しい。いや、なっちゃうよね、あれね、急に。とっさに出ると、なかなか。押しちゃうよね。解放中は MP が時間制でどんどん減っていくので、ずっと解放状態にはなれないです。なので適宜抑圧モードで敵の MP を吸収しながら戦っていくっていうバトルが基本です。今抑圧だよ。あれ、でも当たっちゃいますね。 MP が残ってても L ボタンでも抑圧モードにまた戻せるんですか。これができます。解放でこれが抑圧で、はい、はい、おで、で戻して、効果。そうです。おー、戦いでちょっと戻って、あーちょっと遅かった今。はい、きた。でもう一回受け取りたい。もう一回かな。まだ満タンじゃないですね。よし、これでボコボコや。ボコボコのタイミング。いや、よし、倒せた。よし、みたいですね。おー、一安心。あ、でもうまく切り替えられた瞬間めっちゃ気持ちいいですね。そうです、タイミングよく敵の攻撃を受けるとめちゃくちゃ気持ちいいゲームになって、うんうん、華麗なる戦いだった。うん、あ、いつでもできるんですね、チュートリアル。これも嬉しい。うん、で、X で話す、調べると、お、赤色がマーカーになっているので、はい、赤色の部分を進めていただけると。マジックエンフォースメントアドミニステーション、通称メアは反社会的組織魔法使いギルドに対抗するために設立された。私たちは魔法機動隊に所属する、いわば政府公認の魔法使い。違法魔法行為の摘発と当事者の逮捕、 M、つまりモンスターなど危険事案の排除に日々励んでいる。うかいさん、メア、松岡さん、道玄坂工事へ。道玄坂、あの道玄坂か。うん、よく通ってますよ。探索中も抑圧と解放を切り替えることができまして、解放するときにしか見えないアイテムがあったりだとか。なんと大事な。で、使用そうですね、アイテムはショートカットキーも用意してますので、うんうん、戦闘中にすぐに使うこともできます。すごい。お、ちょうどタナボンさんが使用ハードはスイッチ版でしょうかという質問が来ますね。これが、そうですね、今回に関しては、今あれですね、生放送用のちょっと、ロムを制作してますので、うんうんうん、スイッチベースで動きつつも少し、中身は違ったものになってます。うん、ありが
とうございます。すごいストレスたまるんですねこの世界。そうです、リアルな本当や会話内容によってはストレスがたまる場合があります。面白いですよこれ、会話の内容によってストレスが溜まるけど、ね、今5溜まったよね。で今回テーマにあった出る杭は打たれるとか、ちょっと奇抜なことすると妬み、歪み言われることあると思うんですけども、まさしくそれをちょっとシステム化してまして、魔法使いに対する嫌なことをちょっと聞いたりするとストレスが溜まっちゃう。いやもう本当に現実世界のね、この抑圧感とやっぱ一緒ですね。リンク感がなんかより話したくなっちゃいます ね全部を聞いて、あ、なんか疲れた、疲れちゃったよ、ね、大丈夫かごめんね。ちなみにストレスが100になってしまうと、はい、強制的に解放状態になってしまって、なるほど、周りの削られるんだ。そうです、渋谷にいる人に被害がいっちゃって、はい、通報されちゃったりするので、周りに八つ当たりですね。ダメ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 よ、そんな。なるほど、ね、でもドリンク飲めばストレス減少する。なるほど、みんなもドリンク飲もう、ストレス溜まったら。ドリンクが大事だね、ジャンキー、ドリンクの、うん、ちょっと買っとくね。もうなんかめちゃくちゃ聞いたことある、うん、あーでも、あーどれがいいんだろう、ね、でもなんかおすすめとかあるんですか、なんか。あ、でもストレス下げるパーセンテージは違う。 R ボタン押してもらってもいいですか。 R、うん、はい。実は自販機に全部裏メニューっていうものがあって、裏メニュー何それ、自販機なのに。わかりやすく言えば、人間が買う自動販売機は表メニュー、うん、で裏メニューは魔法使い専用の。面白い。こっちが戦闘用の回復薬とかが売ってるってことですね。そうです、なんでさっきのストレスとか、まあ、本当にリアルに自分たちが経験しているようなものに関しては表メニューで回復することができるんですけど、戦闘中攻撃力上げるとか、HP 回復するとかは魔法使いにして必要がないので裏メニューの方に。さらっと買った今。でも表メニューは実際に今、うんうん、そのまま今飲んじゃうので、ちょっと1個買ってもらうと。じゃあドカビタ、ドカビタ5行ってみる。うん。閉じて。あ、よかった。ごくごく言ってる。サリちゃんよかったね。よかったね。ストレスがね、ちょっと嫌だったもんね。言ったよね。あの会話ね。なんか人間味あっていいね。なんかキャラクターにより愛着が湧くっていうか、ね、うん。ちなみに自動販売機も場所によっては、うん、本物の商品に出たりもするので。すごい、なんかすごい、それちょっとなんか出会ったら嬉しくなっちゃいますね。ちょっと話しちゃいたい。ぶっ潰してやりましょう。すごい戦闘力高めな。ああやばい、ちょっとやばい、ちょっと過激だったからぶっ潰してやりましょうとか聞きたくないよ。ちょっと嫌だったね。で立ち止まってみますか、西島ちゃんさ。白崎班長マジで死んじゃったの。ストレス溜まりそう、大丈夫かな。ダメージはなさそうだったのにな。やる気のなさで死ぬなら鵜飼さんリストのトップですよ。マジか。鵜飼、西島、何でしょう。白崎さんに何があったんだ。 M にやられたんです。不意打ちですね。魔法で弾き飛ばされて車両に激突、頭部を強打したように見えました。でも自分の足で本部に戻ったし、毎度のパワハラも決めてたんですけどね。あっけないもんだな本当に。あ、メッセージが届くんですね。今パーティーメンバーがあまりいないんですけども、うん、たくさんメンバーが入ってくるとそれぞれこうチャットみたいな形でメッセージが届いたりもするので。なるほどなるほど、白いね。では先に進んでもらいます。はい、なんか左の吹き出しとかは、あれメッセージのショートカットになるんですけども。あ、なるほど。はい、一旦外に出て、外に出て、なんかないかな、すぐ見ちゃいました。移動 X? X 長押しです。あ、長押し、はい。おー、外出た。あれ、ここは、おー、渋谷本部、本部メアの本部になってるんですけど、もともとどこか道玄坂通りっていう本当についこの間できた場所があるんですけども、はい、そこと、あと、ドンキホーテ、はいはいはい、メガドンキがあそこにあるんですけど、そこの通りになってます。すごいな。本当だ、あそこにメガドンキがあって、こうやって進んでいくと、あっちの方に行くと、右の方ですか。右、はい、あっちの奥行くと鳥貴族があったり、ガストが、鳥貴、ガスト、ガスト、ガスト、鳥貴、鳥貴あった。でもすごい、普通に、あ、ここカフェありますよね、なんかおしゃれな、いつも並んでる。
なんか渋谷の街歩いたらこのゲーム思い出してなんか楽しくなっちゃうね。楽しくなっちゃう。ここなんかモハモハしてるのはなんかありましたけど、モハモハ。これはですね、ホグと言われる、はい、先ほどスライドでちょっと説明したんですけど、渋谷以外の別の魔法の世界があるっていう話だったと思うんですけども、渋谷にあちこちにああいうホグと言われるものがあって、そこをくぐると魔法の世界に行くことができる。いずれそこから入れるようになるってことですね。そうです。これ入るには特定の呪文、鍵になるような呪文が必要で、それを知らないと開くことができないので、物語を進めていくといろんなところに行けるようになります。面白いな、ね、解放していけばしていこうと、ね、いろんな裏と表の世界行き来できちゃうんだ、魔法使いは一般の人からこう怖がられているので、魔法解放状態になると晒されちゃうんですけど、サリに関しては政府のメアの組織なので、今解放状態、してもらうと分かると思うんですけど、特にこう周りの人からも何も反応ないと思うんですけど、これがもう一人の主人公マリンだと、その場で SNS にさらされてトレンド入りしちゃうんで、トレンド入り、なんか毒々しいのが。じゃあそろそろ先に進んでもらって、はい、西島ちゃん、あれ、あ、さっきのモヤモヤ、あの黒いものはマリスと呼ばれている。マリス、人の悪意が具現化した物質らしい。なんと、うん、さあ掃除しましょう。おお、綺麗にお掃除されちゃう。このマリスがいわゆる人間の悪意が具現化しているようなもので、うんうん、まあ、魔法使いに対する嫌な感情が可視化されている状態になります、はい、なのでストレスがこれに話しかけると溜まっちゃうかもしれない。なるほど、またサリちゃんがストレスフルな状態。戦ってみましょう。戦う、どん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 攻撃して倒してて大丈夫。ロックをしてもらえると、はい、はい、今は私は何モード、うん、今は抑圧してる、吸収する、もう一回吸収したい。多分連続攻撃すれば倒せるので、はい、なるほど、いけいけいけ、倒してもらって、ドーン、よし、おー、わ、きれいきらきらしてて、ねえ、はい、なんか髪色とかも、うん、はい、先に進みます。はい、うん、あ、今なんか見えた、拾いたい、赤い部分の方に行ってもらって、赤い部分、あっちですね、今数字が書いてあると思うんで、はい、あれが目的地までの距離になります。はい、西島ちゃん、ほら、あそこ、ん、ギルドの魔法使いかも。追い込んで勝ってやろう。さっきやった第三勢力のギルドの魔法行為を下っ端の人から、現状での追跡は挑発行為に該当します。相変わらず硬いね、西島は。反面教師が多すぎるんですよ。へえ、言うようになったな。では先に進みます。はい、道玄坂の方ですね。わあ、道玄坂だ、移動、先に進んでもらって、はい、違法魔法事案通報アプリ、魔法行為の摘発はアプリからの通報が頼りだ。多くの国民は魔女狩りアプリと呼んでいる。魔女狩りアプリ、リアル魔女から言わせてもらえばその故障はありえないハラスメント。リアル魔女、そうやん、レベルの中毒者が違法魔法行為、多分ラムドだな。この先です、急ぎますよ。ショートカット、はい、もう今大丈夫なので、便利ですね、先に進みます。お、なんか右の方で大丈夫です。はい、はい、一型ダムの違法薬物ルブルブの乗用車、すでに体の一部に重過症状が出ている。この段階になると魔法を使う可能性が高い。一般ピーポーに挑発されて魔法っちまったか。魔法っちまった魔法っちまったあ、みんなが撮ってる撮ってる。あ、怪我しても知らないよ、お前らも晒すぞメアの西島です。魔法使用の通報がありました。あなたで間違いありませんか。苦しい、なんかかわいそう
ルブルム。ルブルム。ください。ああ。なるほど。しかし、それはできません。我々にご同行ください。治療施設を紹介します。施設で殺すでしょう。殺すでしょう。無責任な噂です。施設では大勢のスタッフがあなたの社会復帰を応援します。ルブ。信じてくれ。ください。話は本部で聞く。もうさあ、行くぞ。もうダメだ。やられちまってんだ。連行される。指示に従ってください。逮捕はしたくありません。やだ。ああ、ダメだよ。ダメだ。そっち側に行っちゃう。もう業務執行妨害で戦うよ。戦っちゃうね、うん、これもパパッと倒しちゃいましょう。はい。おお、なんか早いさっきよりおお、いけー。いやー、爽快感だな。おそうだ。生きた。こっちのヒットポイントがちょっとやばい。危ない危ない。回復上とかですか。あ、死んじゃいました。死んじゃった。いやこういう時って。ではリトライを押してもらって、はい、A ボタンで、 B ボタンで大丈夫。ごめんなさい、戻りましょう。はい、はい、で戻るで大丈夫です。はい、位置が定まる。ではここから、あ、よかった。プラスボタンを長押ししてもらって、はい、スキップして。次こそはメアの西島です。ちょっと早い。基本全部リトライは可能なので、本当に戦ってた直前からすぐやり直すことができます。ありがたい。いいですね。ストレスなく全然進められるからいいですね。結構今本当にストーリーを進めるためにどんどん先に進んでもらってるんですけど、はい、随所にサブクエストのものであったりだとか、渋谷の中で中毒者に絡まれてバトルになったりするので、まあ、そういうところでレベル上げをしてもらうとすぐに、しかもめちゃくちゃ上手くなってくるじゃないですか。今度はあっという間に、すごい掴めました。すごい。バスト解放しなくても全然勝てるので、はい、頻繁に切り替えて戦った方が結構早くて。ああ、なるほどなるほど。あ、なるほど。まあこのレベルだと施設でもどうにもならないだろうね。これもう魔力がバーって出てるから、この光が出てるんですか。そうですそうです、魔力が出てます。かっこいいね、この魔法。あ、出た。ルブルブ、うん、ください。言うてた。通称ルブルブルブ。ギルドが製造し、反社会勢力が拡散する魔法薬だ。一時的な高揚感、多幸感が得られるが、あ、高い依存性と深刻な副作用がある、うん、ちょっと副作用に当てられちゃってるのかな。忌まわしきルブルム、その撲滅のために私は戦っている。なるほど。次が第2章です。第2章、こういう風に連続でどん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 章が変わっていきます。午後11時になりました。そうです。東京都は魔法対策法に基づき、あ、出た、午後11時以降の外出を自粛いただくようお願いしています。いや、11時以降不要不急の外出はお控えください。なんかこの単語めっちゃ聞き覚えありますよね。コロナ禍の ね。東京都は魔法対策法に基づき、午後11時以降の外出を自粛いただくようお願いしています。ストレス溜まっちゃったし、東京都の夜間外出自粛要請は俺が生まれる前から続いている。生まれる前からって大変だね、それ。そして俺が生まれる前から半ば効力を、こうやって出歩いてる人も普通にね、いるから、まあ会ってないようなものというか、リアルなモンスターがうごめくこの街、メアとギルドに分かれた魔法使いが主人公がさ、行ったり来たりするのめちゃめちゃ面白くないですか。そうなんです、ね、夜の渋谷のカオス、第2章はマリンが主人公で、うんうん、で操作キャラ自体は他にもいるんですよ。います、ええ、全部で6人、うん、あ、6人。だんだん物語が進行していくと、それぞれのサリとマリン側に仲間が入ってきて対立関係。そうなんだ。これは
戦い方もやっぱキャラごとに変わるんですか？全然違います。メアは楽しみです。町の治安を守る仲間を求めています。銃を使うキャラがいたり、あと召喚獣が使うキャラクターがいたり。召喚獣いいですね。召喚獣かっこいい。あなたです。違った操作になってます。うわあ、楽しみだ。知ったことか。俺は俺のためにしか戦わない。綺麗な顔。センター街か。これのスクランブル交差点の、うん、ね、スタヤが、うん、スクランブル交差点、あれど真ん中でじゃん、あ、ロクシタン、うん、あ、ロクシタンある、うん、ロクシタンないかね。メアだ。こっちか。揉めるとめんどくさい。あ、他の道から行こう。マリンはメアなので、あ、メアじゃないので通報されちゃうんですよ。あの黒い影は逃げないと。なので影に生きる必要ある。人間の悪意が具現化したもので、俺たち魔法使いから丸見えだ。悪意の中身までは分からないが、俺にとっては厄介な代物。で、先に進んじゃいます。はい、うん、人ジャンプ。ルブルムあるんだ。で、どの人もルブが欲しいんだ。ない。ないぞ。でもこの匂い。はあ。お前、純な魔法使いだ。どけ。俺を誰だと思ってる。知りませんけど。お前らの血は、ルブと同じ効果なんだろう。そんな堂々価値。もらうぜ。うわー、やばい。やっちゃうよ。後ろからダメだ、お兄ちゃん弱そう。うわ、弱いって言ったな。あ、どんな取ってんじゃね。プライバシー、プライバシー、さらされちゃう。あ、フード。おわ、かっこいい。いいですね、こういうの。ねえ、あ、ペン。かっこよ。え、なにこの武器、すごっ。サリは政府公認なので武器が支給されてるんですけど、マリン側のいわゆる野良魔法使いは日常的に使っているものに魔力を込めて武器化するっていう特徴があります。うわ、そういうのいいな。ここからスキルが解放されてまして、いわゆる事前に戦闘に使うスキルを、まあ、かなりの数あるんですけど、自由に X ボタンと A ボタンに設定していただいて、戦闘中に使うことで魔法が使えたりだとか、技が使えたりするようになってます。はい。ちょっとプレイしてみてください。はい。実際にスキルを使ってみましょう。はい。え、こっちだ。あ、今飛びましたね。そうです。今剣が飛んだと思うんです。これも。このスキルも経験値で強化することができて、例えばソードだと今どんどん倒してて大丈夫です。ソードだと今3本ぐらいしか飛んでないんですけど、最終強化すると何十本もブワーってこうソードが飛んできたりするので、めちゃめちゃ戦い方が速い、スピードが速いです、うん、爽快ですね、うん、A ボタンでどんどん。かっこいい。通報されてるよ、逃げて。誰が教えてくれたの？誰？誰？これがさっき説明したトレンドなんですけど、戦闘を渋谷で行ったりだとか、解放状態で一般人に見つかってしまうとスマホで晒されてつぶやかれてしまいます。やばい。でそうするとトレンドがどんどん上昇してきてしまって、トレンド1位になるとめちゃくちゃ強いメアの取り締まり官が来て強制的にバトルになっちゃうので、できる限りトレンドに上がらないようにちょっと注意しながら行かないといけない。なんかトレンドね、現実世界だと1位嬉しいけどね、これはもう標的されちゃうから。精鋭部隊はやっぱか、うん、戦ってあんまり勝て、序盤はちょっと勝てそうにないやつなんですかね。勝てるか勝てないかで言うと勝てます。ただめちゃくちゃ強いんで、ほぼ即死になるぐらい強い。ストレスやばい。ただめちゃくちゃテクニックある人は倒せれば経験値めっちゃもらえるかもしれない。なるほど。やばい、めちゃめちゃストレス溜まってたよ、ね、X ボタンで。もしメアに捕まると洗脳され退院にされるらしい。まあ都市伝説だろうけど。お前さっき魔法使ったか？そんなことしませんよ。そこで何した？別に。うわ、絡まれてる。ちょっとこっち来い、顔見せろ。この右側の
男性がドゴっていうキャラクターなんですけど、後々にサリ側に、まあメアなのでサリと一緒のチームでテリアブルキャラクターの一人としてマリンと対峙するようなキャラクターになります。こういうふうに、各章それぞれ主人公が変わるので、こういうふうに敵同士が実はすれ違ってくる。絡みがあったみたいな。お前は超圧だな。力を見せびらかしたくてうずうずしている。言動に気をつけないと命取りになるぞ。さて、センター街だな。ではセンター街の方に行ってみます。はい、はい、左側の横断歩道渡ります。すごいみんなが歌うとはって言ってる。左に、はい、入ってみます。長押しで。さあ何が起こるかな。この通りのどこかに。あれ、チュチュアンマじゃん。そうです。本当だ。すごい。いや、めっちゃ本当リアルだな。先ほどサリの時にあったフォグがどっかに隠れてるので、はい、探していきましょうという話です。はい、メアか。さっきのメアですね。うん、負ける気はしないけど。ここにもメアがいて、いきなりトラブルはまずいよな。あ、なんか、あ、光ってますね。なんか光ってるのが。おお、ここはセーブ。あ、ここはセーブだ。セーブです。あ、ほんとだ。Pボタンで戻って、はい、左側の方に行ってみましょう。はい、なんかありそうな怪しいところ、路地があれば。おお、路地。あ、なんか、あ、ストレス溜まっちゃうかな。今話さない方がいいです。サブクエストが発生しちゃう。あ、なるほど。あ、なんか、あ、ここでここはセーフ。これセーフティーだ。こうして、これ今出ちゃうと、あ、なんか光ってる。光ってる、光ってる。アイテムがで、どんどん、先に進んじゃいたいので、はい、こっち側の戻ってですね。はい、ここで右に曲がれますか。あ、ここ、こういう路地裏も入れます。確かに路地裏が。で、どんどん先に進みます。はい、あ、ったあった。フォグ、フォグだ。フォグ、フォグ。漂う魔法の物質、ドミヌスの森の入り口だ。うわー、いいなこの入り口。すべての魔法使いがフォグを見ることができる。でも使うことができるのは呪文を知る魔法使いだ。そうだ。ああ、そこそこ。自信と勇気を持って唱えなさい。風よ、我を解放せよ。かっこよ。おお、解放せよ、解放せよ。わあ、森だ。また全然違った、いいですね。世界になります。うわ、綺麗。マジか。神秘的、キラキラして。正直フォグも森の存在も半信半疑だった。悪かったな、父さん。父さん、父さん。もう全部信じるよ。さっきの声はお父さんの声だったんですね。そうです。あ、ちょっとスタートボタンを押していただきますか。右側の、そこですね。はい、でアイテムっていうものがあると思うんですけど、はい、右上に、はい、そこで L ボタンを押してもらえる、ね。はい、今ちょっと1個しかないんですけど、そこで A ボタンを押してもらって、はい、十字キーの上下にセットすることができるので、これで戦闘中に回復すぐにすることができます。十字キーの上を押すと回復ができるってことですね。そうです。なるほど。で戻ってもらって、はい、でどんどん先に進みます。はい、アナザーは、あ、もうどんどん先に行っちゃいます。はい、はい、でアナザーは魔法の世界なので魔力がめちゃくちゃ満ち溢れてて、普通の人間は入ることができないので、これ解放状態になってもらえますか。解放状態でどんどん、行っちゃうことができます。そうか、もうそれだとね、さらされる必要も、はい、MP も減らないんですかね、これ。探索中は減らないです。あ、やっぱ戦闘中は減るんですね。はい、でここはちょっと倒さないと先に進めないので倒しちゃいます。はい、はいです。遅すぎ。攻撃ください。わあ、抑圧になったり解放になると最低限の MP を消費しちゃうので、こうむやみやたらに切り替えない方が MP が多くて。ここだよ。あ、ちょっと失敗しちゃった。クー、クー押す。もう一回来て。
でどんどん先に進みます。はい、で R ボタン1回押してもらってそのままスティック倒してもらうと R ボタン、それでダッシュができるのでそのまま、はい、結構敵がどんどん出てくるんですけどちょっと時間の都合で全部、はい、あのスルーして先に進みましょう。はい、森を進むと結構最初のうちはなかなか戦闘慣れないと思うんですけど、慣れてくると雑魚戦だと多分最初の今森で倒してもらったぐらいだと多分20秒ぐらいあれば一気に全滅できます。基本あのうまくプレイしていくと MP が減らないんですよ。あの一瞬だけ抑圧なるとか回避するとかができるので、でそうなってくると MP が枯渇せずにずっと攻撃し続けるっていうプレイができてくるので、そうなるとめちゃくちゃ簡単に素早く倒していくことができる。どうしても最初のうちは時間かかっちゃうんですけど、ドミヌスは魔力の管理にマリンを解放してくれるだろう。解放って？それはマリン次第だよ。考えておくといい。おお、やばい！ボスっぽい。おお、うわ、でかい。そりゃいるよな。知ってた。すごい。マリンなんかちょっと名前ってかわいい。かわいい。もう知ってるよけどみたいな。かわいいマリン。で、ボス的に関しては唯一回避のあの。スローが出てたと思うんですけど、はい、あれが出ない攻撃をしてきます。なんだって。ちょっと今画像分かりにくいんですけど全身が紫色にこう発光してくるので、はい、そのタイミングは距離を取ったりジャンプで避けたりガチで逃げるやつですね。だから普通はあの通常は全然大丈夫なのでどんどん攻撃してもらうので。なるほど。あ、難しいな。どん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 攻撃しちゃって、でこの時だけ抑圧になって回避すると、それそれで今のも当たってればあのエンジンが出るので。なるほど。おお、ソードもラッションだからね。ソーバー抑圧戻ってそれで回避。あ、なるほど。これはあ、やばい、これ逃げる。やばいやばい。うわ、結構範囲広い。やばかった。あ、これはまだ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 怖いだ、怖いだ。しかも伸びるんだ。あ、めちゃくちゃうまい。よっしゃ。で、解放して攻撃叩き込んでまた抑圧して、今どうなってんだ私。わぁ、ここや、回復しときますか。回復しときますか。回復1。これ今抑圧状態だと MP が徐々に減っていくので、はい、基本待機とかするときは抑圧。あ、なんかいる、ザコいる、ザコいる。これもあの回避してもらって。はい、今ロックオンがザコに行ってるんで、はい、右にこれを倒して、あとはザコ倒す、ザコを倒します。はい、でこれで、これすごい。で、逆圧になって、あ、そうです、そうです。オーマイ。で、また解放して、攻撃入れて。あ、この繰り返しでやるとかなり強くなる。で、これは避けて。あ、やばい。で、また解放。で、また抑圧になって。すごいんだよな。で、解放して、攻撃入れてって。で、また抑圧になって、これを避けて、また解放して、また抑圧になって、それそれ。あー、なるほど。結構、もうすぐ倒せますよ。ボスはモーションがかなり分かりやすいので、めちゃくちゃやりやすくなってると思います。よかった、よかった。倒した。嬉しい。操作するのか。おお、この先も気になるね。うんうん。あ？ん？あれか。
なるほど。二人でパターンみたいな。で同時じゃないとあれなやつか。おっしゃると。あ、です。試行錯誤の末に。俺は理解した。俺は理解した。いいね。俺は理解した。俺は理解した。私も使ってこ。私は理解した。二人連れてこいってことなのか。そうだよな、ソロで来たもんな、うん、仲間が必要なんだ。どうすんだろう、気になるよ。あの、ね、渋谷に戻らないといけないのかよ。かわいいって、うん、最初のうちはちょっと、今回は戻らないといけないんですけども、それ以降は戻るときとかスキップができるので。俺は孤独だ。俺は孤独だ。そのマリン、いいね、なんかティーンエイジな感じがしますね。すごい。確かに、ここまで一生懸命やってきたけど、俺は一人だから、二人では負けられない。マリン、ちょっと私好きだぞ、結構。ね、マリン推しになっちゃう、これ。マリン、かわいい。マリン。また来る。うん。また来てくれ。めんどくさ。あ、いいね。マリン面白い。余裕な感じで。マリン好きだな。あ、ついてきちゃった。おー、なんと。ありなんだ。こんなこと。確かに。まさか一緒に来ると思わないもんな。うん、ね、通れるんだ、モンスターも。手伝うよ。決勝。え？あ、さっきなんか声でなんか言って。メグロニカ。ストリートの魔法使い。同じ声だ。お、ニコ。かっこいい、うん、これで最初のキャラクターによってキャラクターチェンジができます。これなんですけど、ZL でキャラクターチェンジできるんですけど、はい、ぜひマリンの解放で攻撃の最中に ZL でキャラクターチェンジを、最中に ZL、はい、はい、そうするとちょっと共闘できるので、はい、っていうところをぜひ今後のお楽しみということで。あ、今後か。皆さんこれはもう、ね、皆さんでプレイして味わってください、ね、やってのお楽しみということで、うん、めっちゃ面白かった、ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ面白かった、ね、プレイも内容もすごい面白くて、ね、めっちゃ続きがやりたくなっちゃった。確かに、ね、うん、しかもピちゃんもさ今日初めて触ったけども、うん、それでチュートリアルも親切だったし、うん、そうだね、うん、皆さんもぜひぜひやりやすいのでやってみてください。うん、ありがとうございます。はい、ということでそろそろこのコーナーの終わり時間が近づいてきました。じゃあ最後に告知情報です。イソピーさんお願いできますか。はい、スライドお願いします。うん、はい、まずこちら予約特典の説明になります。予約特典 DLC アイテム5種セットと、うん、あと下村陽子さんの6曲収録した豪華な CD がついてきます。これは予約するだけで無料で手に入るのでぜひ予約の方お願いします。はい、次お願いします。こちら限定版の内容になっております。5つのアイテムがセットになっているんですけども、まあ、目白押しといいますか、うん、一押しが書き下ろしの野島さん書き下ろしのシナリオモアっていうものが入った全100ページのアートブック、はい、あとはクリア特典の衣装の早期解放コードなど、うん、まあ、本当にレナティスの世界にハマれる限定版となっておりますので、こちら在庫限りありますのでお早めのご予約をお願いいたします。はい、予約いただけると先ほどのサントラ等々の予約特典もついてきます。はい、次お願いします。はい、現在公式 X では豪華キャスト陣のサイン色紙が当たるキャンペーンを実施中なので、ぜひ公式 X フォローのほどお願いいたします。うん、はい、次お願いします。はい、最後、毎週水曜日レナティスの4コマ漫画実は連載しております。なんか急に緩い。めちゃくちゃ緩いです。はい、こちらも毎週お楽しみにしていただければなと思います。はい、はい、告知以上になります。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、ではでは、じゃあ最後にね、番組をご覧いただいている皆さんへ一言お願いいたします。はい、今日ゲームの序盤の方をプレイしていただいたんですけども、いかがだったでしょうか。うん、はい、本日プレイした部分もですね、まだまだ、開発中でして、これからもっともっとブラッシュアップしていきますので、ぜひともレナティスの方よろしくお願いいたします。うん、ありがとうございます。はい、ぜひよろしくお願いいたします。みんなもね、ぜひ遊んでみてください、うん、すごく面白い内容になってます。はい、はい、ということで、それではレナティスのコーナーはここまでとなります。